米大リーグワールドシリーズ第1戦ドジャース、ヤンキース、25日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム、ドジャース大谷翔平投手、30、が25日、日本時間26日、ワールドシリーズ第1戦の本拠地ヤンキース戦に1番、指名打者でスタメン出場し、1、2打席目は中飛、空振り三振に倒れた。 注目のヤンキースのジャッジの2打席目までに三振に倒れている。ヤンキースの先発は昨季のサイ・ヤング賞右腕ゲリット・コール投手34。22年に本塁打を打ったが過去の対戦成績は20打数4安打の打率2割だった。大谷、ベッツ、フリーマンと並ぶ強力ドジャース打線との対戦へ前日24日、同25日には特別な準備をする必要はない。 毎試合同じように準備するのが理想。もちろん彼らの才能や実力は知っているが、それに惑わされずに準備することが重要と気合を入れていた。両軍無得点、初回戦闘の1打席目は、初級の外角95、8マイル、約154、2キロ、直球を弾き返し、飛距離373フィート、約114メートル、 の大きな当たりだったが、ジャッジに補給されて中飛に倒れた。3回2死走者なしの2打席目は、空振り三振に倒れた。パドレスとの地区シリーズ、メッツとのリーグ優勝決定シリーズでは全11試合に1番、指名打者でフル出場。42打数12安打の打率2割8分6厘、3本塁打、10打点でチームの4年ぶりのワールドシリーズ進出に大きく貢献していた。 前日24日、同25日、2は地震初の大舞台へ、いよいよ始まるなという感じ。興奮しているところです。今までは見る側だったので、楽しみにしていましたし、悔しい思いをしていた。今年は自分がプレーできる喜びをフィールドで出せたらいいなと思いますと心を躍らせていた。今季は54本塁打、130打点で二冠王に輝き、打率3割1部。 59投類もリーグ2位だった大谷。史上6人目の40から40、40本塁打 &40 投類を達成しただけでなく、史上初の50から50をクリアし、54から59まで数字を伸ばし、日本人初のトリプルスリー3割30本塁打30投類も記録した。ヤンキースの主砲ジャッジも58本塁打、 144打点で二冠王に輝き、打率3割2分2厘をマーク。ドジャースとヤンキースの43年ぶりの人気球団対決で、大谷 VS ジャッジの対決にも注目が集まっている。